皆さんこんにちは、岡田克也です。一昨日ドイツのウォルフ大統領とともに私の地元三重県四日市の化学工場を視察してきました。大統領は1週間日本に滞在して、そして日独150周年国交を築いて、当時はドイツではなくて、プロイセンだったわけですけれども、150周年を祝う一連の行事の中のハイライトとして、日本に来られました。被災地を訪問して、そして被災者の皆さんを励まされたり、大変多忙な日程ですが、そういう中で、四日市を訪問していただきました。なぜ四日市かといいますと、そこにエボニック社というドイツの企業が200億円を投資して新しいプラントを作ったということで、それを見に来ていただいたわけです。エボニック社というのは半導体やあるいは太陽電池の材料となる化学品を作る、そういったプラントを作っていただいたわけですが、四日市にとっても従来の石油化学コンビナートから全体付加価値の高いものに特化していく、そういう中で今回のエボニック社の投資は非常に大きかったわけです。しかもドイツからということで、これをきっかけに外国、ドイツをはじめ外国からの投資がさらになされることを期待しています。私はこのエボニック社のおっさんと一緒に大統領と見て、そして非常に面白かったのは、まず化学プラントというと普通はカラフルでない、そして雑然としたプラントが並んでいるという印象ですが、非常に新しいということもあるんですが、カラーリング、色分けが非常にされていたと。赤とか青とか黄色とかですね、パイプが塗られている。でそれはそれぞれの例えば安全上非常に重要なものについて赤で塗られるとかですね、きちっと意味のある色分けをして、そして、普通日本で考えれば化学プラントを扱うのはプロだから間違いはないということになるのかもしれませんが、どんなプロでもいざという時に間違うことはあり得る。だからなるべく事故を減らすためにも、分かりやすく色をつけておくという発想です。そして全体のプラントも非常に整然と、まるで大きなビルのようにフロアごとにプラントが並んでいて、新しい化学プラントというのはこういうものなのかなと、非常に興味深いものでした。ただやはり東日本大震災があった後だけに、仮に地震が来た時に今のままでは高波に対応できないということで、いざという時に従業員の皆さんが逃げる場所を確保したり、あるいはさらなる追加的な対策が必要ではないかと、もうそういう説明をしておられました。いずれにしても我が町四日市に大統領が来ていただいたことは非常に嬉しいことでした。